ク、人生、夢、ハートフルメッセージ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。21世紀に入り、世の中はますます混迷を深めています。この番組はそんな時代の中、私たちがちょっと考えていきたい愛と夢のある生き方、社会の在り方を皆様と共に分かりやすく語り合っていきたい、そんな番組にしていきたいと思います。ご案内は私、片山たずです。それでは皆様、よろしくお願いします。改めまして、片山たずです。春休み真っただ中ですが、小さいお子さんをお持ちの方も含めて、入園式、入学式の準備も竹縄ではないでしょうか。私も女の子と男の子がいるお母さんなんですけど、子どもの小学校の入学の時のことをお話ししようと思います。入学を迎えるまでに、ランドセルや机、いろいろ揃えていったんですけどね、ランドセルを子どもが毎日何回も何回も背負って喜んで家の外まで出て行ったのを思い出します。それからまだ勉強したことがないのに、机に向かって一生懸命勉強している真似をしていました。その後ろ姿を見て、子どものドキドキする気持ち、ワクワクする気持ち、すごく伝わってきました。それから入学式の当日、桜の木の下で撮った写真を今でも見ると、その時の新鮮な気持ちがよみがえってきます。プロデューサーさんの思い出を伺ったんですが、小学校入学式の後、真新しい教科書をランドセルに入れて、学校の帰り道、着物姿の母親と一緒に帰った時、桜並木の花が舞っていたこと、なぜかよく覚えている。中学の時は全く覚えていないけど、小学校の教科書や通信簿、確か実家に一部残っていたはずだけど、阪神・淡路大震災で処分されたのかな。一応納屋が残っているので、残っていれば見てみたいっておっしゃっていました。どうして小学校低学年のことはなぜか記憶に残るのでしょうか。皆さんはいかがですか。ここでメールをご紹介しましょう。ラジオネーム、みかこさん。たずさん、おはようございます。おはようございます。私の住んでいる盛岡はまだ春は遠い雪景色ですが、昨日千葉の親戚から菜の花が送られてきました。早速おひたしにしていただきました。ほろ苦い春の味覚です。みかこさん、ありがとうございます。みかこさんから春の訪れを感じるメールでしたね。音楽の後は、今日は愛情たっぷりの企画です。Thank you.
家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。さて、皆様にいつもお聞きいただいているこの番組は、世界キリスト教統一神霊協会創始者ムン・ソンミョン氏の自叙伝を一部参考にお送りしていますが、その中からご紹介しますと、52年前の今自分、1960年3月27日、そして4月11日は死と奥様のおめでたい婚約の日、そして結婚記念日とあります。人生の中で結婚の日は神様からの祝福の日であるとして、ムン氏ご夫妻は毎年盛大にこの日をお祝いされているそうです。ラジオを聞かれているご夫婦の方々、またまだ現在独身の方々でも、結婚は人生最も重要な1ページであり、そしてその記念日は最も大事な1日でしょう。感激したあの時はもう過去の日々、平穏ながら幸せな時間が過ぎ去っていくと、誰しもがあのときめきやお互いへの感謝の心や慈しみの気持ちが薄らいでいくのもまた現実です。今日はラジオを通して皆様に心新たに、そんな大切なこと、私自身も含めて少しでも思い出せればという番組作り、今回考えてみました。皆様は愛する人、愛する家族に改めてラブレターや手紙を託する君待ち恋文全国コンテスト、ご存知だったでしょうか。発祥は秋田県二ツ井町、現在の新能代市が主催した日本一心のこもった恋文コンクールでした。全国的に有名なイベントとなり、数々の著作物も出版されていますが、今回はその記念すべき第1回目、1995年のバレンタインデーに実施されたコンテストの入賞作から番組でセレクション、抜粋して特にご夫婦、旦那様から奥様への改めての恋文、ラブレターをご紹介して番組を進めたいと思います。私、タズが読ませていただきます。よろしくお願いします。昭和生まれの明治男より、妻へのラブレター。 YK さん、宮城県、63歳、会社員。前略、日本で初めてのオリンピックが開催された年だったよな。昭和生まれの明治男としては、女房を働かせる共働きなどは到底耐えられなかったんだよ。素直に従ってくれたのは嬉しかったが、初めての給与日に、あら、たったこれっぽっち?にはよくもふんぞり返っていた自尊心をこっぱみじんにしてくれたもんだ。お嬢さん育ちだったのかな?全くの炊事音痴には参った。覚えているかい?俺がカレーライスの作り方を指導したのを。あのあと、あなたの努力もあったのだろうが、なんとかなりましたね。そこで気がついたのですが、女は結婚すると、年に2歳ずつ年を積み重ねるように、人間的に成長するものだと。巴が生まれて3ヶ月目に、盲腸の手術をされたとき、おしめの取り替え、炊事洗濯とついイライラして、気の利いたやつは娘時代に盲腸なんか手術してくるものだ、のセリフ。あなたはベッドの上で怒っていたよな。だいぶ年月は過ぎたが、今になって謝っておこう。あの時はごめんよ。それにしても強くなったものだ。俺は我が家の総理大臣のつもりだが、あなたは小沢一郎的存在。別に文句を言ってるわけではない。
むしろ公庫の憂いなく外で仕事ができることに感謝している。時に俺が死亡しないと降りない保険が満期になったとのこと。盛大な葬式を考えていると話していましたが、なるべく簡単な式にして残りはあなたが自由に使ってください。その方が俺は嬉しい。それよりお願いがある。歌の文句ではないが、どんなことがあっても絶対に俺より先には死なないでくれ。あなたを失うなんて思っただけでも身震いがする。お願いしましたよ。そうそう。読んでいて涙が出そうになります。感謝、慈しみ、そして永遠の愛情。私も次の結婚記念日にパパに手紙を託してみようかな。でもちょっぴり恥ずかしいです。今日はあの感激を今ひとたび、皆さんの結婚記念日、将来の結婚記念日に番組では思いを寄せ進めています。さて、こんな笑える川柳もあります。愛犬が夫婦の絆リードする。引きこもる、部屋が欲しいの親だって。それあれでほとんど錯覚。40年、戯れに夫にリモコン向けてみる。皆様も思い当たる節もあるのではないでしょうか。この後は少し専門家の考え方も含めてお話し進めていきます。結婚とは一つの長い会話であるとはニーチェの格言ですが、会話の中ではそれはお互いカチンときたりイライラしたりと、喧嘩はどのご夫婦にもあるでしょう。でも喧嘩の次は独り言、すれ違い、ギャップ、逃げ、沈黙、諦めとなるのでしょうか。どのご夫婦にも長い時間この倦怠の中で、どんな最悪な場合でもお互いの知恵で二人の距離感を保っているのだと思います。この夫婦の少しネガティブな間合いを、心理学者の小此木圭吾氏は、哲学者ショーペンハウエルや精神学者フロイトの説いた山嵐のジレンマを引き合いにした男女カップル、動物、人間すべての知恵と評価します。2匹の山嵐、つがいの山嵐は寒さの中で身を寄せ合って温めようとした。ところが山嵐、体の半分は鋭いトゲが生えているので、密着しすぎると傷つけ合う。しかし痛いから離れてしまうと寒くて凍えてしまう。そこでくっついたり離れたりしているうちに、傷つけ合わずにお互いを温め合う
程よい距離を発見したとあります。この考え方を夫婦関係に当てはめると、とにかく2人がこのジレンマを乗り越えるというのは、相手の欠点、つまりトゲを何が何でも指摘して矯正させようとするのではなく、欠点を容認、いやむしろ個性と考えて、それを受けて自分の対応の仕方を変えていく生き方、哲学、ルールと専門家は言います。これは単なる生活の知恵、処世術ではなく行動学、心理学でもあるわけです。そうです、あの結婚式で2人は新婦さんや牧師さんらの前で誓ったではありませんか。2人はお互いの欠点や弱点を受け入れることを誓いますか。誓います。また角度を変えると、結婚生活についてこのように定義する学者もいます。結婚生活の目的は、2人が同じような考え方を持つのではなく、一緒に考えることである。つまり個性は2人別々、互いの欠点を同じ目線で共有することはできない。お互いが尊重し合って、人生、結婚を考えていくことが重要であるとの見解です。そう考えると、2人の考え、価値観をお互いにぶつけ合っても、最後は一体ということではないでしょうか。最後に、あるアメリカの牧師さんが、これから結婚するカップルのために捧げたコミュニケーションという詩を紹介します。コミュニケーション。私たちは一緒に歩いていく。手を固く握り合って、心を一つにして、互いの鼓動を感じるまで、転ぶのを恐れなくなるまで、お互いの手によって支えられ、お互いの優しい心によって励まされ、お互いの言葉によって慰められているのを知っているのだから、私たちは沈黙の中を一緒に歩いていく。二人が言葉よりも強い声を聞き、一言の言葉も交わされなくても、気持ちが安らかになるまで、心の深いところで一つとなり、魂の深いところで一致するとき、沈黙が喜びであり、力と支えであることを知っているのだから。人生、夢、ハートフルメッセージ。いかがだったでしょうか。今日は夫婦についていろいろ考えさせられましたね。私の夫婦の理想は、私の両親です。主人ともよく話をするんですが、実は去年私の父は亡くなりました。最後は病院で亡くなったんですが、亡くなる1ヶ月前、
私一人でお見舞いに行きました。父が最後になる言葉を私に言いました。お母さんに伝えて。お母さん愛してるから。少し力のない声で最後私に伝えていました。よく主人って話をするのは、何十年も連れ添ってもお互いを愛してるって言い合える夫婦でいたいねって話をします。さて最後に、ムン・ソンミョン氏が結婚する青年たちに示されるアドバイスをご紹介します。笑いながら喜ぶ新郎新婦の笑い声は、神様にとって最高のメロディーであり花なのです。それでは番組からのお知らせです。番組では皆様からのご感想やご意見をメールにてお待ちしております。詳しくは番組公式ホームページまで。アドレスは www.i-家族.net www.i-kazoku.net まで。また過去の番組もダウンロードできます。ぜひお聞きください。この番組はムン・ソンミョン氏自叙伝、平和を愛する世界人として創芸社発行を一部題材に、皆様にちょっとヒントになる人間の生き方、社会の在り方などを分かりやすくお話ししていければと思います。いかがでしたでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ、これからも番組を通して皆様といろいろと語り合いたいと思っています。また来週お会いしましょう。ご案内は私、片山田津でした。それではごきげんよう。